おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も毎日のコミュニケーションのヒントボイシー YouTube ポッドキャストでお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。今日のテーマは理由は全部嘘。今日のですねお話を最後まで聞いていただくと、皆さん言い訳をするのがちょっとバカバカしいというか恥ずかしくなってやめようっていう気持ちになるんじゃないかと思います。皆さん日常のコミュニケーションの中でね、もうなんか相手が言い訳してくるとか、あるいは自分が、言い訳めいたことを言ってて、なんかちょっとこう恥ずかしくなるような感覚ってどうでしょうね、経験があるんじゃないかと思うんですけれども、いやもうびっくりした話なんですこれ。最近ですね、ちょっとどの本で読んだのか忘れちゃったんですけれども、大脳をねつないでいる脳梁ってわかりますかね、右脳と左脳をつないでいる橋みたいなのがあるんですよ、ブリッジのようなものがね、そういう脳梁っていうんですけれども、その脳梁を切断した、病気の方ですねがいると、右脳と左脳っていうのが連携が取れなくなっちゃうんです。それで、例えばですね、そういう方が靴下を履こうとした時に、右手は靴下を履こうとしているのに左手が脱がそうとしているというような、その右脳と左脳って連携が取れなくなると本当に真逆のことをしたりするということが知られてるんですね。これね、自分の中になんか真逆な人が2人存在するようなもんじゃないですか。それが脳梁というものでつながれて、我々はある種その右脳と左脳が連携し統合された状態を生きているわけなんですけれども、その脳梁が切断された患者さんの片方の耳に向かって歩いてくださいって言うと、患者さんが歩き始めたんですって。それで今度はもう片方の耳に、どうしてあなたは歩いてるんですかって質問したら、喉が渇いたんでジュースを買いに行くところなんですって答えたらしいんですよ。いやいや、これおかしいですよね。だって歩いてくださいって言われたから、別に目的もなく歩いてたんだけれども、なんで歩いてるんですかって聞かれたら、喉が渇いたからジュース買いに行くんですって言うんですよ。つまりですよ、脳ってその行動に対して後からいろんな理由を作るんですって。通常ね、理由があるから行動すると思ってるじゃないですか。いやいやいや、理由って後付けって話なんですね。それで、なんか催眠術の実験での話なんですけれども、催眠状態になった人が、あなたは時計を見たら四つん這いになりますよっていうふうにこう催眠をかけられるんですね。それでさりげなくね、その後しばらくして、あ、今何時ですかってその方に聞くと、四つん這いになるんですって。その方はで、どうしましたって聞くと、いや、さっきなんか床に落としちゃったんですよねって言うんですって。いや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 、違う違う違うと、時計見たら四つん這いになるって、そう暗示かかってるから、ただ見てるだけなのに、なんでって言われたら、いや、床何個落としたって答えるらしいんですよ。で、また時間が経ってから、今何時ですかって言ったら、またその方時計見ますよね。そしたらやっぱりまた四つん這いになるんですって。それ で今度はなんでって言ったら、いや、腰が痛いんですって言うんですって。すごくないですか。いや、もうちょっとびっくりしましたね。その自分自身が、私自身がいろんな理由をくっつけて言い訳をする、言い訳の天才だなってことには気がついてました。そして自分がそうであることに気がつくと、ははーん、これは結構人間みんなそうなんじゃんっていうことには気がついてました。しかし、ここまでだとはここまで自分を正当化するものだとは、いや、知らなかったなと思いまして、
もうなんか今度から周りの人になんでそういうことしたのって聞く気がうせませんこれだってその時もうその人はもう超クリエイティブに自分を正当化する理由を考えるだけですもん、まあ、そういう意味ではねその方の才能に触れるっていう意味はありますよね。何の才能かってそれはあれですよ、言い訳をクリエイトする才能ですよ。しかしそれは何ら行動とは関係がない可能性が高いということですね。また別の脳科学の実験で、ね、その腕をね例えばこう上げようって思う前に腕が上がってて、で腕が上がった上がり始めたね、動きも実際に腕が動き始めた後に脳は腕を動かそうって思ってるってことが分かったっていう実験がありますよね。まああれも同じことですよね。いやー皆さんどうでございます、この話びっくりじゃないですか。っていうことはですよ、あなたが何かをするのに理由ないんですよなんかしないけどやっちゃうんですよ、ね、でやっちゃった後にそれをやろうって思ったり、それをやることにした理由はこれなんだって後から理由を考えてる。いやこれもうなんか自分の行動、周りの方の行動の見え方が変わる話ですよね。というわけで皆さん、今日の自分のさまざまな言動を仮にいや理由はないと、ね、なんか知んないけども先に体が動いてる、ね、脳は後付け、理由は後付け、そうしようとかそうしたいと思うのも後付け、そんな視点で自分の行動言動を観察してみませんか。何が見えてくるでしょうか。はい、というわけでもうなんか言い訳するのがちょっとバカバカしいというか、まあ、ある意味ちょっと楽しい。私どんな言い訳しちゃうんだろうっていう自分のクリエイティブな才能を感じてみてください。で、ね、会社でももうなんでこういうことしたのとか、お子さんとの会話とか家族あると思うんですよね。その時に相手が言ってる理由は後付けだと思って聞いてみると、ちょっとなんか笑えてくるんじゃないかなっていうね、コミュニケーションにいい意味での隙間が生まれてくるんじゃないかと思うんですが、いかがでございましょうか。というわけで今日はあら不思議、自分の見え方も周りの方の見え方もガラリと変わっちゃうじゃないというお話でございました。さて今夜はね、もう12月もう年末で金曜日の夜ですから、忘年会飲み会という方多いかもしれませんけれども、西戸明子コミュニケーションアカデミーでは勉強会が2つもあります。一つは今年2023年受講生評価ナンバーワン、自分の使命に出会っちゃう講座、今年8月に行いましたけれどもね、ただいまアーカイブで受講していただけるようにお申し込みを受け付けております。そして今夜8時30分からその授業の中で出てきますワークをみんなでやってみようというね、勉強会が開催されますよ、ねええー、ぜひぜひ皆さんこちら勉強会の方も、そしてアーカイブ受講の方もね、して来年にこれからをどう生きていくかというね、ことに生かしていただけたらと思います。そして夜9時30分からは、アキコズブッククラブ、Facebook で展開しております、誰でも無料で参加できるオンライン読書会。こちらで、ただいまね、ブッククラス、クラブじゃなくてクラスを行っております、エイリヒ・フロムの名著、愛するということの読書会も開催されます。はい、こちら両方ともですね、リンクはボイシーの場合は画面の一番上にあります放送概要欄ですね、その他ポッドキャスト、そして YouTube も放送概要欄にリンク貼っておきますので、皆様そちらからお申し込みまたご参加いただけたらと思います。というわけで今日も聞いてくださってありがとうございました。今週も聞いてくださってありがとうございました。
皆様どうぞ素敵な金曜日週末をお過ごしください。あったかくして過ごしてくださいね。お相手は西田明子でした。気をつけていってらっしゃい。